どうも、こんばんは、エネムです。今回は、東京ぐるり、インボーク、メンテナンスが終わりまして、スペシャルガシャで登場しました。タイトル、一番右のアモンさんですね。最後の砦でアモン高太郎ということで、待ちわびたアモンさんがついにやってきました。キャラの詳細の方を見ていきましょう。HP が 12,500 で、攻撃力が 1,400 ってめっちゃ高いんですね、これ。で、防御力も 1,000 超えてると。で、固有アビリティがブレイクバースト、トリプルSマイナスで対象をブレイクした際、一旦の間、自身の攻撃力 1.8 倍、かなりいいバフがかかりますね。で、こいつ非属性なんですけど、非属性に対して強いです。1.6 倍になる豪属性キラーダブル S。で、防御力アップ S で400アップの体力アップ2000。で、ガード率が 30%。なかなか、いいアビリティなんじゃないでしょうか。こいつ一人でもね、やっていけるぜっていう感じですね。ブレイクバーストか。スキルもそうなんですけど、3ターンの間、自身の攻撃力2倍、敵前衛攻撃力2倍の6連ダメージ、敵単体の武器耐久値マイナス7。なんで、エトとはちょっと、一緒に入れれないこと、別に入れなきゃいけないこともないんだけど、エト持ってたらね、こいつを無理にして入れる必要ないかなと。思いますね。俺、非属性も結構充実してるんで、めちゃくちゃ欲しいってわけではないが、このアモンさん好きなさ、人にとっては、この 3D モデルたまらんっしょ。めちゃめちゃでかいんだけど、堂島かい。やばくないこれ、画面からはみ出ちゃってるしさ。全部入んなくねえか全部入んなくねえかで、RE アクションついてますね。お前も少し休め。いいですね。ルート A のアモンさんですね。はい、ということで、エトと組み合わせはできなくはないが、バフがちょっと消えちまうかなっていう感じで、今回10連だけにしておこうかな。はい、というわけで、10連。これ確定枠なんでね、促進剤使わなくてもっていうのはあれだけど、節約できるっちゃできますね。5回でしょこれ多分。5回だね。ステップ5、250個で1体確定で、ステップ3は確率上がってたりする、もしかして。上がってはないのかな。 1% か。なるほどね。はい、というわけで10連。おっと、10連いきましょう。促進剤も100個ぐらいあるのかな。だから1体当たればできるけど、築山どうしようかちょっとね迷い中なんですよね。前々から言ってるけど、せっかくねインボケなんで RE のキャラクターを積極的に使っていきたいと、いうことでね。10連して SSR が出なくてもいいよっていうわけではないので、ここのちょっと勘弁していただきたい。どうしようかな、築山さん。築山さんフェスで来ると思うんでね、今週、来週かな。いやでも来週って言ったら、もしかしてあれか、月変わっちゃうか。月変わっちゃうとなんかあれだよね、月末っていう感じがするんで、フェスは。今週来るんじゃないかなと。来てくれるんじゃないかなと思います。まだひなみあったっけ、もうないよね。というわけでお疲れ様でした。アモンさん引く方は頑張って引いてください。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。今回もラストが届いております。どうぞ。